もうできない当たり前なんです。あるいは失敗して当たり前なんです。その失敗から何を学んでいくかを見守ってあげるということが大事ではないかなと思いますけどね。つかず離れず、つくときにはピタッとつく。そして普段はここにいるんだよ、ここにちゃんと安心あるいはサポートする人間が、大人がいるんだよというような距離感、それを大切にしてますね。そして着いた時には離れない。本気であるものは廃れません。必ず認められると思います。本気でぶち当たるからこそ、またいろんな問題点が分かってくるんだと思うんですね。管理監督してるわけじゃないんですけども、観察力を身につけることなんですね。そしていざといった時には飛んでいけるような距離感、そういったところが大切ではないかなと思いますね。結局やらされてるのは自分自身で動いてないんですね。ですから、ある程度の方向性は大人が示すべきだと思いますけども、より具体的なやり方についてはやっぱり生徒さん、学生さんに考えさせることが大切だと思うんですね。ただ考えさせるだけだったら、これはもう実践とは言いません。好き勝手になりますので、考えさせたことをちゃんと見守ってあげる、そして共に悩んだ時には考えてあげる、そういう姿勢が大切ではないかなと思いますけどね。全て 100% 1から10まで親がこうしなさい、ああしなさいということは、これは、思考回路を停止すると思います。ですからそのさじ加減当然ありますけれども、サポーター役になっていくっていう姿勢は大切だと思うんですね。ただ危険を伴うもの、方向性が違うことをやらすというのは、これはもう危ない行為だと思いますので、ある程度の方向性正しければですね、子どもたちに考えさせていくという向き合い方、これ必要ではないかなと思うんですよね。今時間がある子どもとお母さん、お父さんが向き合える時間が逆に作れたと思うんですよね。そういう時には少し心に余裕を持って、答えを先に出さない、そういった教育もあって叱るべきではないかなと思いますね。親も我慢必要ですし、縛りつけるとですね、お互いストレスになります。だから見て見ないふりをするというのも大切なんです。で、できないことを前提に、やっぱりジュニア期は答えてあげてください。できないんですよ。それをできないからといって、ガミガミなんでできないのとか、できないことに対して怒り飛ばすんじゃなくて、もうできないのは当たり前なんです。あるいは失敗して当たり前なんです。その失敗から何を学んでいくかを見守ってあげるということが大切ではないかなと思いますけどね。家庭内でも非常に不規則な生活になりますので、必ず朝早く、朝定期な時間に起きる、そして勉強する時間を必ず設ける、そして夜更かしをせずして早く定期的に寝る、この時間のサイクルというものはですね、特にジュニア期においてはしっかりとしつけること、これは大切ですよね。はい。でこれは考えさせる領域の部分じゃないと思います。やらさなければいけない分野だと思います。実践に任せる分野ではないというふうに思いますね。人間社会におきまして、通底する、必ずやらなければいけない、考える以前の問題で絶対にやらなきゃいけない部分ってあるんですよ。それはやっぱり時間管理の軸はあると思います。朝何時に起きて夜何時に寝る、このそして3食しっかりとる、これは守らなきゃいけない必須アイテムだと思いますね。特にジュニア家においては、それは、考えてやりなさいよじゃないんです。これやらさないといけないんですね。はい。20代30代の頃は、私はこれもやりたい、あれもやりたいと言ってました。しかし今はどうなんでしょう。やっぱ求められるものに対して、答えていきたいっていうのが本音です。ですから私からこれをやりたい、あれをやりたいというようなステージではもうなくなったのかなというふうに思いますね。やっぱ教育ですよね。ですから今年から私は青山学院の地球社会共生学部の専任の教授になりました。これスポーツを通してですね、学びの場というのは当然あるわけなんですよね。そして箱根駅伝の指導者が箱根駅伝の指導者だけの教育じゃないんですよ。これも普遍的なものがあるので、箱根駅伝を通じて学ばせた組織論であったり、リーダーシップ論であったり、そういったものを
他のスポーツ団体に教え込んでいきたいなというのが、まあ、ある種やりたいことの一つかなというふうに思いますね。そうですね、まあ、コロナウイルスにつきましては、これはもう国難です。非常に厳しい、できないことの方が今は現実多いんですね。でもその中でもできることを探さないといけないと思うんです。でそれは自分勝手な活動ではなくて、社会にどう融合させながら活動していくかというのを改めてですね、まあ、感じたいし、で学生たちに平和だからこそスポーツってできるんだよと、戦争だけじゃなかった、このコロナウイルス、そういったものがない世の中が平和の世の中なんだということをですね、だからスポーツって活動できるんだということを身に染みて分かったと思うんですよね。そういった我々が今まで当たり前のようにスポーツができた環境が実は当たり前じゃないんだよということをですね、再度学生たちに伝えていきたいなというふうに今感じてますね。